さあ、えー、静電気学で最後に学んでほしいのは電位から電波を求める方法論ですねはい、えー、今までのですね例題を少し思い起こしてみてください例えば例題一では点電荷の分布が与えられて電波を計算しましたよねそれから例題二以降はいくつかですね電荷分布が与えられて電波を計算するという問題でした 今回の例題はですね電荷の分布は一切与えられていません何かしら電荷は分布してるんでしょうけれどもそれは与えずですねそいつらが作る電陰それが与えられているんですねでこのグラフはその電位の x y 平面上の等電線を描き出したものになっています赤い線も青い線も等電線なんですねえ若干僕がちょっと色をつけてありますけど赤は電位が高く青は電位が低いんですより細かく見ると ここにですね、等電線が何ボルトの電位になっているかが描かれていますね。はい。えさらにこの問題では具体的に数式も与えてあります。実はですね、この電位は XYZ の関数で、え特に XY で電位 V が決まるみたいです。Z 方向にはですね、電位の勾配はないと書いてあって、V は Z には依存しないわけですね。 そしてこの数式から、えー、この電位図をですね立体地図に直すとおよそこのような倉形になるということがわかります、えー、イメージはできるようにしておいてくださいねはいで、えー、これからですね P 点あるいは Q 点、えー、そこの電波を求めてみたり、えー、あるいは R 点から O 点までのある電荷の運動を調べたりということをしますはいそれではまずですねかっこ,1これは簡単だね この P 点を通る電気力線を描き出せと言っています電気力線は東大面に直交するということそれから電位の高い方から低い方に向かうということに注意してまあ、あと空間的なちょっと対称性があるからねその辺も考慮しつつ描き出しますこれが P 点を通る電気力線ですね一番の答えですで、この P 点の電場を矢印で表現をすると 今描き出した電気力線に接するベクトルになりますね。はい。これは東電面に直角なベクトルという言い方をしても構いません。で、これからこの強さをですね、計算をします。で、導入講義でやったように、電場の強さを求める方法に大きく三つあります。第一は空路の法則を使う方法ですね。二番目が、ガウスの法則を使う方法です。 ただこのいずれもですね空間の電荷分布がはっきり与えられていなければ、えー、適用することはできないとで今回は電荷分布がないわけでデイン図がありますから、えー、第3番目の方法デイの傾きというのを計算して求めますそしたらこの P 点を挟むマイナス5ボルトとマイナス1ボルトの等電源を活用しようか、えー、この付近のデイの勾配を計算することにしよう電位差は 4ボルトありますねあとこの2点間の距離をおよそでいいので目測してほしいんですねちなみにこのメモリはですね大きいメモリ間隔が0.1になっています最小メモリ間隔は0.02になっていますねはい、そうするとだいたいでいいんですよ、えー、僕はですねこの2点間の距離は0.2メートルと言いました もうちょい正確に読むと0.21とか22ぐらいになるんでしょうけどまあ大体でいいです。はい、でこれで計算をしましょう。電位差が4ボルトそれから間隔が0.2メートルなのでおよその電位勾配はこの式で計算されます。まあ、したがって20ボルトマイメートルと出てくるんですね。 でね、これ、えー、今言ったように、その受験生によって読み方が若干こう異なってくるでしょうから、答えのまあ、2桁目なんかはだいぶ変わってくる可能性があります。まあ、19の人もいれば21の人もいたりするでしょうね。ただ、えー、採点者としてはですね、何を見るかというと、デイの傾きで、えー、その電場の強さが求められているかどうかというところを見るわけですから、若干数値が違ってもそれは気にしないでください。はい、さあ次に9点。 まず電波の矢印をおよそ描き出すと電位の低い方向のこうなるねそしてこの強さを電位の傾きで計算をします。それはやはりこの2つの等電線を利用するかですか1ボルトと3ボルトの等電線を利用しますそしてこの座標値ですねを読むとあとは同じように電位の傾きで電波の強さを計算する こうなります、えー。僕の計算結果は8.7ボルトマイメートルと出てきます。はい、ここからは余談になります。えー、あくまで参考として聞いてほしいんですけれども、より正確にですね、P と Q の電場これを計算することができます。なぜかというと、えー、この空間の電位がですね、しっかりとこう式で与えられているので、数値計算が厳密にできるんですね。えー、どうするかというと、まず導入講義で 電位というのは電場から定義されるんだよ。こんな式を紹介したことがあります。えー、本来基準点とかね、それから定義点というのを書くべきですけど、今回ちょっとそこは省略させてください。そしてこの電場から電位が定義されるということは、これ数学的にいい子に直すことができるんです。それはこんな式になるんですね。ん？この記号は何だと思うかもしれませんが、ちょっと後でそれは説明させてください。 実はこの式をですね日本語に翻訳すると電波というのは電位の傾きで,でマイナスがついてますから電位の低くなる方向に電波のベクトルは向かうんだよという式なんですね。ですかでもちろんですね先ほどの式からこの式を作るのはですねちょっと大学の勉強に譲るとして結果はですね君たち高校生にも使えるので紹介しておきたいんです。ちなみに参考書では こんな式が紹介されていいるここと多いですよねこれはですね、えー、電位 V が、えー、X のみに依存して変わり、えー、Y や Z 方向の電位勾配はない場合には、えー、電波というのはですねこの式で与えられるということぐらいはねよく紹介されてたりするんですよ。それの3次元版とということになります V が XY あるいは XYZ の関数の場合には正確に電波はこの式で与えられるんです。 そして計算はとというと意外にに高校生にもでできるんですよこのラウンドという記号は変微分記号と呼ばれていて例えばこのラウンド V ラウンド X という計算はどうするかというとこの V の中に今回たまたま変数が2つありますね。で X 以外、まあ、このケースは Y ということになりますけどこの Y を定数とみなして X で微分してくださいという意味があります。と y 定数とみなしますから x で微分すると0になるのでこれは 20x になりますねそれにマイナスの符号をつけるとそれから同じく V をですね y で偏微分するというのは Y 以外の文字を全て定数とみなして y で微分しなさいと。ということはマイナス2 0 y ですね。それにマイナスの符号をつけるからプラス +20Y という計算結果になります。 最後のこれも同じで Z 以外の文字つまり X も Y も定数とみなして Z で微分しなさいと言っているのでこれはゼロになるんですねはいどうでしょう意味が分かれば計算できちゃうねそしてどうもですね X と Y で電波の強さが決まると言ってるんだからあとはねその座標を読み取ればいいんだ例えば P 点の座標は X 座標が0.5 Y 座標が僕が読むと0.78と読めますそれを代入して P 点の電波がより正確に計算ができますこれが電波のベクトルを表しているわけですねそれから q 点座標は X がね0.42、えー、Y 座標が0ですねそれをここに代入して計算ができますでこの強さを聞かれているので絶対値を取ります p 手の電波の強さは1 9 Q 手の電波の強さは8.4と出てきますねまあ若干やっぱりね先ほどアバウトな計算をしてますからずれてますけれどもこちらの方がより正確な値ということにはなりますはいこれはね参考的な知識なのであまり乱暴に答案で使わないでくださいね実際はこちらで十分ですからねはい最後のカッコさんは えー R、点においたこの陽子の運動をこれから考えます。この陽子にあるる初速、v、を与えるんだそうですそうすると、えーまあ、この電気的な地形を見てわかるように、えー、そのスピードがあまり大きくなければこの、X、軸を越えて、y、負の領域に侵入することができないんですね。ですかえー、考察を容易にするためにこの、X、軸断面のこの電位図を描くとこうなります。 与えられた数式で言うと v=10x 次乗というグラフになりますね。従、まあ、ってこの x 軸上で最も電位が低いのはこの原点なんです。だから負の領域、y 負の領域に侵入できるためには少なくともこの原点を通過できるだけのスピードを持っていなければいけないんですね。まあ、そう考えてこの問題の答えを作ってみましょう。与える初速は v ですね。そして えー、例えばですねマイナス y 方向に打ち出すと、まあ、対称性からこれはもう計算をしなくても明らかに y 軸に沿って運動すると考えられますで今、えー、仮に原点に達することができたとしてその速さを v' としようでこの vv' の関係式を、えー、エネルギー保存で作り出しますでそのためには、えー、電気的な位置エネルギーの計算が必要になるので、えー、r 点それから、えー、O 点この電位をチェックしてください。 R 点というのは x 座標が 0y 座標が0.8ですから与えられた予式によってマイナス6 4トという電位であることがわかります当然原点は0トですねはいさあそしてエネルギー保存の式を書き出すもちろん今回重力は無視をしますまず R 点で打ち出した時のエネルギーそれから O 手に達したと仮定した時のエネルギーですねでこれをですねちょっと式変形をしよう 々 v' 出しを求めたいわけではなくてこの O 点に達しているかどうかですからそれは O 点で運動エネルギーを持っていればいいのでこの条件が必要だとこれを初速 V に関して解き直しますあとは丁寧に数値台に押しますこれが与えるべき最小のスピードですねはい念のためねもう一度電波の計算の仕方を復習をしておこうまず第一の方法は 空路の法法則を使う方法です点電荷が、えーまあ、23個ある程度であればそれぞれの作る電波を空路の法則で計算をしてベクトル合成をしますところが電荷が空間にです、ね、分布している場合この、えー、空路の法則ではですねかなり計算がきつくなります、まあ、そういうケースはガウスの法則をうまくく使ってください電気力性の密度が電波の強さであるということを利用してガウスの法則で計算をする。 これでうまくいくケースが結構ありますねところが今回扱った問題のように電荷分布が与えられていない場合には多分代わりとして電位が与えられます電位の傾きで計算をしなさいということですねで今後ねあのコンデンサーの電波というのをよく考えますけれどもそれはもう決まって一応電波なので電位の傾きというのは D 分の V で与えられます